それで、その熊捕獲は誰に行かせたんだ？この葉丸の班に行かせた。あいつには例のあれを持たせているからな。データ取りにはちょうどいい。もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ。これ、クマだから。パンダだろ？いや、だから、これはパンダに見えるクマだから。いやいや、どっからどう見てもパンダだろうがよ。木ノ葉丸先生、あのクマパンダの捕獲に使った人具は？ああ、これか。あ、それ私も気になってたんです。私たちとの演習の時も使ってましたよね。これは科学人具班の試作品。この人具の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな。極端な話、チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術をつく。で、今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだ。へえ。さて、とりあえず演習とクマ捕獲任務は完了だ。これより7代目に報告に向かう。俺は先に事務処理を済ませておくから、お前たちは追って捕獲室に来るように。はい。いいな、ボルト。へいへい、わかってやすよ。それじゃあ、後でな。失礼します。遅かったな。大体の報告はこの木ノ葉丸から聞いた。ご苦労だったな、みんな。まあ、簡単な任務でございやしたよ。俺一人だってやれたんだ、あんな任務。忍びとして大切なのはチームワークと根性だ。修行も三人で連携を。修行なんてしねえでも、俺ってばいきなり影分身で三人になれたし。風トンにライトン、最近は水トンだって。木ノ葉丸、お前いつもこいつに何教えてる？え、いや、俺のこと知りもしねえで、先生のこと責めてんじゃねえよ。ちゃんと見たこともねえくせに。大切なのはな、それより父ちゃんとして大切な日だろ、今日は。ひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ。失礼します、七代目。片付けか。科学任務班班長として折り入ってお願いがございまして、この度の中任試験に我々の科学任務の使用を許可していただきたいのです。これを使えば下忍に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますし、パフォーマンスとしても。ダメだ、中任試験はパフォーマンスじゃねえ、忍びを育てるためのもんだ。そうですか、失礼しました。父ちゃんのダッセー時代とは違うんだよ。
おい、ボルト。頭が硬すぎんだよ、クソ親父。ボルト。なんだよ。勝手に出ていくんだもん、あんた。別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ。中任試験の告知聞いてないでしょ。中任試験？このハマル先生が僕らのことを推薦してくれてるらしいよ。興味ねえな。そんなに七代目に見てほしいなら中任試験で見せつければいいじゃない。中任試験を勝ち進めば五影観覧の下で手合わせが行われるんだよね、確か。ね、チャンスじゃない。七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって。分かったよ。出りゃいいんだろ、出りゃよ。チッ。ってあんたどこ行ってんのよ。せっかく試験に出るって決めたんだからさ、修行とかやんないの。修行はまた今度だ。大事なよって。あ、誕生日。ただいま。おかえりなさい。よ、分かってんじゃん。ひまわり、お誕生日おめでとう。ありがとう。ひまわり、ろうそくの火を消していいぞ。影分身。ボルト。なぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。決してあなたたちをないがしろにしているわけじゃないの。なんで、なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ。誰でもいいじゃねえか。おかげは大変な務めなの。代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。じゃあおかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたく伝えてきたんだろうよ。そういやじいちゃんもほかげだったって言うけどさ、父ちゃんがガキの頃はほかげのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃん。そしたら親子のこの楽しい状況も知らずに済んでたんじゃねえのかな。確かに大切な日にお父さんがいないのは寂しいけど、あなたはお父さんの時とは違う。あなたにはお父さんがいてくれる。俺はいいんだ。でもひまわりには、もういいや。まさか今さら帰ってきても遅いんだよ。そうや、じ
その…すいません、俺、父ちゃんと勘違いして…ナルトの息子か。名は…渦巻ボルト。ボルト、どうしたの？もしかして、サスケくん？ナルトはいるか？まだ火影室だと思うけど。そうか、邪魔したな。かっけー。はあ、やっちまった。やけに落ち込んでいるな。サスケ、何かあったのか？いや、ていうかその質問は俺の方だ。何があったんだ？お前が帰ってくるってことは。これは？かぐやの城の土産だ。中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になる輩もいた。追っては来な。この巻物は解読に回す。そういえばお前のガキに会った。昔のお前そっくりだったな。いや、あいつはどちらかというと昔のお前に近い。いや、やっぱりあいつは昔のお前とも違う。俺たちが時代遅れなのかもな。それは違うな。忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもそうだ。どうだかね。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。うっすらトンカチが。